はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病、糖尿病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそしてね、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々にですね、献血骨髄バンクを知ってもらうために皆様にもやっていただきたい、ものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はね、輸血についてです。輸血で皆様からもらった血液がですね、どのように使われているのか、もう一度改めてお伝えしていきます。僕説明したことあったかな、ありましたかね、なかったかもしれないですね。まあ、ではお伝えしていきます。献血でもらった皆さんの血液がですね、遠心分離器にかけられて、それぞれの血液成分に分けられて、輸血によってそれぞれ必要な成分を補充されます。成分というのはですね、血液中の成分のことで、血液中の成分というのはですね、今回の輸血のお話で言いますと、赤血球、血小板、血小の3つです。3つですよ。白血球はね、まあ、今回は入っておりませんので、ちょっとご了承ください。まあ、なので、先に挙げました3つ、赤血球、血小板、血小のこの3つが輸血で使われます。事故や手術や分娩やね、造血機能不全などで、まあ、さまざまな状況によって必要な成分を補充していきます。まあ、ヘモグロビンが足りなかったら、赤血球、輸血。血小板が足りなかったら血小板輸血。そしてね、以前ね、止血指向のお話の時の動画にね、出てきましたアルブミンなどは、血小輸血というようになります。まあ、そもそも輸血というのはですね、手術や外傷などに伴う出血や、まあ、血液疾患による血液成分の欠乏やね、機能不全が問題となった状態に対してですね、その成分を補充するための治療法です。出血や血液疾患によるね、血液成分の欠乏や臓器機能不全、まあ、骨髄機能不全にもまあ当てはまるのはですね、まあ、先ほどもお話ししました手術、事故、分娩、まあ、化学療法による副作用、まあ、抗がん剤ですね、まあ、それの副作用が挙げられます。まあ、こういった時にね、皆様のご協力いただいた血液が使われているということです。本当にありがとうございます。はい、まあね、そういうような感じでですね、まあ、このように感じれるようになったのもですね、このようにお伝えできるのも皆様にご協力してもらっているおかげで行かせてもらっているからだと思っております。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげでですね、患者さんは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、このチャンネル、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。